はい、ソムリエの奥野です。今日はワインのコルクの開け方についてご説明させていただきたいと思います。このソムリエナイフを使っての開け方になります。いろんなワインオープナーってあると思うんですけども、一番こう失敗が少ないのがこのソムリエナイフなんですね。我々ソムリエも皆さんみんなこれを使っているっていうのは、いろんなこう失敗にも対応できるっていう部分で一番確実なものですので、最初少し慣れないかもしれないんですけども、こう失敗することもあるかもしれないんですけど、これで慣れていただくのが一番いいかと思います。ではまずこのソムリエナイフ、こういったタイプのもの、まあ、いろんなタイプがあると思うんですけども、このスクリューとこのかけるところとこのナイフがついているところですね。これで開けます。でまずこちらですね、キャップシールの開け方です。キャップシールの開け方、まあ刃を当ててぐるぐるっとボトル回しちゃってもいいんですけども、基本的にはボトルを回さない、折りが回ってしまう可能性が、中のねカスみたいなものが回ってしまう可能性があるので、基本的にはボトルはそのままで、でどうやって開けるかと言いますと、このソムリエナイフで周りをぐるーっと回して開けます。で、このソムリエナイフの刃を出して、肘をも出すように前にぐーっと出してここまでやりますね。でここからぐーっと回します。で持ち替えてここからぐゆっと365度全部切れるような形、そこから縦にキュッと切れ込みを入れて、ここからぐるっとめくるような形、刈り取るような形にすると取れます。でこの状態ですね。でここからコルクを開けていきます。でコルクを開けるときにここ失敗しやすい、真ん中に行かないんだよってよくね、真ん中に入らなくてこう曲がっちゃうってことがあると思うんですけど、失敗しないためにはまず先端をしっかりと横から、縦にこうやってやるとね真ん中行かなかったりするので、横から真ん中にしっかり当てていただいて、ギュッと押した後に立てる、これだけでほぼ失敗ありませんので、そこからぐるぐるっと回していきます。でこれどこまで回すかって言いますと、だいたい一巻ちょっと残るぐらいまで回しましたら、ここのところ引っかかるところがあると思いますので、そこからぐーっと前から、後ろから前にこう押す形で、ここからこう、ここを思いっきりテコの原理で端っこからこうグッと力を入れると折れてしまう可能性がありますので、この、スクリューの根元のあたりを親指と人差し指の間で、ここは左手でずれないように押さえながらぐーっと上に上げていく形、ここをぐっとやると折れちゃいますので、真ん中中心に近いところをぐーっと開けていきます。これぐらいまで開けてきたら、上がってきたら、最後までこれを押し切っちゃうとここでまた折れちゃいますので、ここからぐっぐっぐっと開けてあげる。そうすると折れることなく失敗することなく、これもね実際曲がってます、曲がっちゃってます、僕刺した時に曲がっちゃってますけど大丈夫です、大体真ん中に行きますので、さっきのやり方でこのような形で簡単に開けることができます。じゃあなんでこれ失敗に対応できるかって言いますと、たまにねやっぱ途中で折れちゃったりした場合はここでほじるようにできたりですとか、いろんなこう失敗にも対応できるのがこのソムリエナイフですので、ぜひこちらで慣れていただけたらと思います。であとポイント、もう一つ、コルク開けた後に飲む前にコルク の口を少し拭いてください。長く熟成しているワインはこのコルクの表面にカビが生えている場合、この瓶の口のところカビがついている可能性があるんですね。ですのでお飲みになる前に周りをキュッと拭いていただくっていう癖をつけていただけると、よりワインを美味しく楽しんでいただけると思います。今日は、ソムリエナイフを使ったワインの開け方についてお話をさせていただきました。ぜひやってみてください。